人。よしよしよしキラキラするんですだからね。ゲマ強いよ。言ってるんでゲマの短所ももちろん知ってるんですけど今は言ってません。あれ勝っちゃったな。意外とすんなり勝ったなおい。あピロリピロリゲマピロリよピロリよピロリよよよあー待って帰る耐えます耐えます耐えます。ミルドラスよこの子の命が欲しければゾーンに戦いなさいさあイディオジョニーゴンズちょっと待って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 もうさ世界戦めちゃくちゃなってるぞおいミルドラス私一人でダメなら部下を連れてくるまでのことということですよいや突然出てきたこいつはなんぞやと突然出てきたさ下のパーティーは一体なんぞやという話なんですけどあのね DLC でジャミゴンズ出たじゃないですかね、ジャミゴンズゲマはできないけど、改造を使わない限りね。はい、ただね、もう、レックスはね、まあ、要はほら、捕虜捕虜。ほら、あの時に釜つけたやつ。ね、いや、違うじゃん。もう、子供なんだよな、父親の。ただ、父親がね、協力した、ゲマがね、父親に協力した世界線ということでよろしくお願いします。太陽ロ。太陽ロでーす。言うてでもね、7000ですよ、HP。ゲマの方が4100持ってるからね。で、このジャミとゴンズってね、ジャミは魔法使いと相性なのかなんとなくわかるじゃん。ゴンズも魔法使い相性なんで、実は魔法使いパーティーで、ジャミ、ゴンズが相性いいっていうね。最強しかも、ほら、装備もドラゴンの杖だぜ完全 DQ5 チームなんでね、はい。DQ5 チームで伝説へいざ行かんいけいいよいいね、ドラゴン杖、ベギラマー来ましたゲマ、おぞましい熱戦どうだミルドラス今回はもうゲマのね、手下がいっぱいいるからね。レックス手下になってんじゃねえかよ。いけめった切りいきますめった切りいけめった切りいけやれゴンズいけめっ、おー気をつけないといけないのは、今回はね、主人公であるレックスくんがいることで、まあ、向こうの魔力が溜まるってことですよね。だから、とどめの一撃を撃たれる可能性が非常に高いわけですよ。まあ、つばぜり合いもね、できるんで、つばぜり合いができるんで、その分一旦止めれると考えれば、どんな感じですかね。イベント、メッサズ、ローデオクラッシュジャミやったれーせーのよいしょいいね。結構出んな力50程度なのにね。さあ、いけゴンズ、やったれ突進切りいきますならば、これはどうだはい、ゴンズいけ突進切りや、いけおぉいいよいい立て、いい立て、いいとこ、いいとこ、いいとこ行ってる。ねえ、ミルドラースなんざな、もうこいつらにはかなわんということを見せてやろうぜ。やたらいてつく波動打つな、お前。いてつく波動打ちすぎちゃうか、ちょっと。そんな打つ必要あります？お、洗礼ややばい。魔界の洗礼ややばい。これはやばいな。あ、いいね、ナイスピロリ。ジャミピロタ。あ、でも、言うてでもこんなもんか。所詮こんなもん。まあでも、HP が7000あるからね。7000あるからね。雑に高いからね。ここ行きますか。さあ。ミルドラスよ。この子供の命、惜しくはありませんかな？ないと思うよ。よし、すいません、ね。2秒しか取るぞ。いいねいいとこ、いいとこ。行きます。さあ、やったれ。ゲマの部下ではない。ゲマの部下。いや、ゲマの部下。やっぱこいつ、ゲマの部下。ゲマの部下、頑張れ。ゲマの部下、レックス君。ゲマの部下、レックス君。ゲマの部下レックス君大活躍。もうミルドラス絶対勝てないじゃん。もうこの時点でミルドラス絶対勝てなくなってるんだよな。で、多分ここら辺はね、ぶっちゃけ、ああいや、いいね。ゲマの4100がいい仕事してる。大魔王ってやっぱ全体攻撃が多いんで、やっぱ。その分やっぱゲマの高い HP って結構一気するよね。いくら打撃弱点とはいえ単体攻撃じゃなければって感じだね。お、ドラゴンの攻撃、ドラゴンブレス、ストレッかっこいい。あ、これはでも真に使わないとダメだよ、ドラゴンブレスは。うん。まあ、この辺りで削っちゃおう。いけ。やりなさい、ジャミ、ゴンズ。いくぜー。オッケー、いいよー。はい。オッケー。よー。さあ、ゴンズもね、ちょっと活躍してほしいなぁ。いけ。めった切り、いけ。いけ、いいぞ。さあ、最後、ゲマが決めてくれ。でもゲマ素早さ遅いよね、実は。ゲマの素早さいくつだと思ってます皆さん。30ですよ。ゲマね、ちょっとね、実はね、詳しく見るまで知らなかったんだけどね、ゲマステータス30なんだよね、素早さ。びっくりしたわ。いきます。刈り取ってくれましょう。首元に、よっしゃーさん。まあ、ここはいけるよね。ここで負けたらもう動画終わってるよ。
ここからここからゲマが一人で勝てなかったね。もう生地強いばかりの本気を見せてくれよ。しかし不幸なことだ、生地強いばかりに私の赤目を見せることになろうとは。来たぜこいつだ。さっき勝てなかったがねゲマまあさっきって言っても実はもうね別日なんですよねこれ撮ってんの。さあミルドラースはあれですよ、部下に負けることなどあってはならぬと。ジャミゴンズゲマに負けることなどあってはならんってことですね。いやドラゴンゴス弱点取れるよ、確か弱点取れる。あー取れない、あれ取れなかったっけ。でも打点はいいね、でもいや取れてる取れてる、多分取れてるはず。さあ毒域やばいね、毒域が一番ね赤面の中ではやばい説あるからな、猛毒がやばすぎるんだよね。うわゲマお前猛毒よう食らうなんで前回からそうやけど。さあ新ゲームオンガメ3ターン目にねミルドラースはね風マウンしたいとこです。いいよしっかりだっとけだね。でメラミ弱点です。さあミルドラースよ、あ よくもゲマ様をいじめてくれたな、いくぜ。いやいいねいい打点出んなジャミとゴンズはお怒りですよ、こっちのジャミゴンズ怒ってるよ、うちのゲマ様をよく持ってことよ。ピオリカマン、よしオッケージャミ受けてる、ジャミいいねいいねジャミちゃん。3ターン目に風マンすんのが一番安定かな。はい突進切りいいよ、痛ぶってやんぜいいねゴンズ張り切ってるよジャミもゴンズもねやっぱね個人的に悪くゲマジャミゴンズでさレジェンドね魔王だったらよかったのにね、ハーゴンみたいにハーゴンみたいにさ弱くしたらよかったんだからさ、ゲマジャミゴンズで組めたらよかったのにね。あーでステリやばいっすねこれ、これゲマだよなー、ピロリあー食らうか、これ1000超えるな、うえやっぱ食らう、まあ麻痺ないのが麻痺ないの全然大丈夫、麻痺ってないのは大丈夫。うん3ターン目に風回して4ターン目つばせします、そいよっ削り合いになってんね、激しい削り合いとなっておりますよ。ミルドラスさんちょっといてつカードしないねそういや。あーここ避けられんの、なるほどね、ここ外れていく、いて走ないね君そういやね、全然いて走ねえじゃねえかお前、なんだなんだミルドラス急になんかいて走なくなったんだけど、いやーマジか、7000また高い HP がゴリゴリ削られていく、マジかよ、高い HP がガンガン削られる、大丈夫大丈夫、でも大丈夫、次のターンやるから、次のターン風マンあるから、よいしょいいよ風マンしようか、ここ風マンします。3ターン目のこいつの行動には特技が多いんで、まあワンチャンその雷撃弾2回を防げる可能性ある、マヒアドの可能性あるからね、安定タクです、ここ安定タクします。さあこのターンにできるだけ突き放して追いつきたいね、そうそう追いつけてないもんね、とりあえずここで返したい HP 差を、 OK いいよ、マヤドル結構食らってたからな、でもそうマヤドル結構やばかったかな、いけジャミいたぶってやれミルドラソー、いくぜー OK 当たった、そういうのはいよいしょいいよ、いいとこいいとこいいとこいってるよ、さあゲマいったれ、あーそれダメダメなんだよ、おぞましい熱戦強いんだけどこいつには刺さってないのよ、灼熱だったもんまさかの、ドミニ爆発してんだろここデステイルオッケー、デステイルオッケーよ、次雷撃弾がセーフ、次デステイル、次雷撃弾がマヒアドのタクです、オッケー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 、大丈夫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 、全然大丈夫全然大丈夫、あーマヒアドやる、めっちゃお前理想の行動選んでる、なになにお前、えミルドアースなんなのお前本気すぎない、えもっとミルドアースってさそんな強いイメージないよ君そんなガチに来るめっちゃガチガチですやん、ガチガチのガチやんちょっと君いやーこれつばせしないとダメだねミルドラスのくせにやたらちょっとさ賢いしちゃんと削ってくんだけど、やるしかない、頼むわ、さっきの同じ2秒式で勝てばいける、いけるいけるいける、絶対いける絶対いける大丈夫、いやーマジかこんなにって思ってんだけどないやいい、勝つ勝つ絶対勝つ絶対勝つ、よし悪くない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 、勝てない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 、いきます、よいしょ OK これはもう勝ったべ、これしとめとべ、これはしとめとべ、だってゲマジャミゴンズでいや食べればもう悪く溜まって勇気溜まって勝つよ、これはいった
やっぱりゲマはね、ジャミとゴンズがいてこそよ。それはつまりゲマに旨味がないことを言っているのでは。やっぱジャミとゴンズ、ゲマ、そのね、トリオが一番いいよ。あ、たまたまたま、よかったよかった。よかった、たま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 よかったよかった。よっしゃ。はい、突進切りで最後はフィニッシュ。勝ったー。やった、勝った。ちょっとミルドラーズ、お前、行動強すぎない？あなたの遊びには飽きました。私が本物のミルドラーズを想像するのです。そう、最強のミルドラーズの。いざ行くか、ミルドラーズ。キャバ系最強、マキャゼロセンス。やった、勝った。よっしゃー、危なかったわ、ほんとに。割かし結構今回ミルドラーズのこと強すぎたんだけど。それでも勝ったね。やっぱ7000と HP はやべえな。うん、ミルドラーズよ、どんな気持ち、部下に負けて。ミルドラーズを倒した先は誰があるか分かりますか？まあなんかミルなんとかさん倒して、まあね、世界で平和が訪れたって頃何があるか分かりますか？まあこちらですね。はい、はい、裏段突入。はい、ゲマと共にね、はい、ゲマと、ゲマ、ジャミ、ゴンズをね、共にね、携えてきたね、主人公一行、エスタークとご対面でございます。勝てるかなぁ？怪しいな。まあ、やってる僕もなんかこれはちょっと怪しい感が出てるんですよ。何が問題かって言いますと、エスタークっていうのは帝王の一撃っていう純粋な豚撃攻撃、あれが単体じゃないですか。で、冷たく輝く撃、まあ、ジャミ、ね、ジャミ、まあ、ジャミとゲマたちの、まあ、弱点を突かれる氷属性の冷たく輝く撃。そして高い耐性。白目すら怪しいというわけ。ね、白目すらなんか怪しい気がするのよ、なんかこれはもはや。単体攻撃が多いっていうのがね、てか女神全然飛んねえな。お前耐性やばいな。瞑想から入ってくるのはありがたい。まあ、全然ありがたい。地獄の竜巻をここで回避するんだかい。力が高いからね、正直。ゲマは打撃に弱いから、本当に打撃で来ないときつい。さあ、次はイテハが高撃の卓ですね。さあ、早いね。あー、まあそうなっちゃうね。さすがにね。さすがにイテハ引かない。これやばいな。ゲマ500食らってんだけど、君。いけ！ほっ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 ほ。あなたが新しい魔界の王ですか？いい、カス。カスすぎない？嘘でしょ？白目スタークね、なんでこんな硬いんだろうね。なんか赤目スタークになるとさ、ちょっと柔らかくなるのよ、実は。なんかさ、全然効かんくなる技が。マジで効かんくなるね。会心じゃない方がいいか。まあ、主人公はべき玉になっちゃうけど、どうしても。いや、2ターン目は結構攻撃してくるぞ、こいつ。いやー、やばいな。普通に、耐え切ってとどめ打撃、打たないと、さすがに無理かも。いや、これ256でしょ？普通に魔法使いの装備は強いんだけどな。盾が息してないけどね。盾、天空の盾なんですよ。気づいてます？主人公の盾って実はね、原作再現しようと思ったら天空の盾なんですよ。エスタークには何にも刺さってないし、ジャミナイス。エスタークに何も刺さってない。エサクで状態異常使わないからね。いけ！おい、首元に突きつけてくれる。おら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 。え、出んのこの技。え、出んのこの技。配信。ちょっと待って、今すげえレアシーン見れた。ゲマ会心の一撃は熱すぎ。死神の王が まさかの出た会心。え、出るんだ。いや、単体攻撃だから出るんやろうけどさ。素早さ30だしさ、会心図めっちゃ低いと思って出やがったな、会心が。ゲマやるじゃん。やるじゃん、ゲマ。お、呪文がやっぱいいね。呪文には硬い。次、つばずれする？いや、4ターン目で息がする。4ターン目で息がするんだよな、つばずれ合いは。3ターン目、イテハか瞑想で遊ぶんでしょ、こいつ。そうだね。じゃあ、普通に攻めていいわ。まだたまんないでしょ、勇気。うん、よしよし。いや、これ判断ミスで死ぬ、怖いな。いや、でも、会心がさっきからいい感じに出てる。ジャミも、ね、ゲマも。いけ！会心祭りにしてやれ！てか、エスタークは割かし本当に会心祭りにしないとダメかも。でも、ゲマの会心でかいな。あれ、1000は。いや、続け続け！ジャミはさっき続いた。よいしょ！あ、カス！カスやんけ、180で。マジか。全然出ねえな。いやー、ゴンズも高い会心率でちょっとね、出してほしいね。
よいしょ。あー、まあ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 。オッケー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 。まあ、オッケーオッケーオッケー。死神の大釜して、はい。よいしょ。よいしょ。かっす。どうしよっかなー。3000、あ、天王の劇やばいね。それめっちゃやばいね。やっぱゲバだ。やめて、やめてください。もう命乞いしてんもん、ゲマ。もうゲマ命乞いレベルじゃん。やめてください。つばぜりします。とりあえず今日つばぜり合い会だな。どうしてもこれはつばぜり合いしかないかも。あー、微妙なラインだな。勇気マリク微妙なラインだね。だいぶ、とりあえず行こう。とりあえずここでやるしかないね。2秒で勝つか。まあ負けてもなんとかなりそうだけどな。おお、早すぎた。大丈夫、いける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 。レンダリレンダリゴリさん、勇者様レンダリス。ゲマが言ってる、レンダしろ。ゲマが言ってる、レンダしろって言ってる。ゲマがレンダすれば勝てるって言ってる。レンダリゴリさん、よし、ガッツポーズ取って。あの、多分通じないだろうけど、めっちゃガッツポーズ取ってんだよね。もう勝ったじゃん。勝った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 。もうね、さっきと同じよ。もうあとはね、ジャミゴンズゲマで勇気食べて終わり。よし、ルート見えた。勝ちルート見えてる。なんだったら SP 使ってねえよ、まだ。ラッキー。やってまた、あったあった、勝ち勝ち勝ち。もうシャドウ系最強打って終わり。よっしゃー、いけたー。やったいった。すげえな、こいつらどこまででもいけんじゃねえか。ジャミと魔法使いチームが強いおかげでね。いでよ、魔界の王よ。あなたを少し輝かせてあげるとしましょう。我がしもべミルドナース撃ちなさい。キャドケージボンマヘラガス A ショー。もうミルドナースゲマの部下になっちゃってるからね。もうこの動画の世界線さ、もうミルドナースゲマの部下じゃん。部下いちいち最後の手柄だけ取りに来てんじゃねえか。オッケー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 。さあ、地獄の帝王、本気モード。いやもうね、地獄だわ。地獄、地獄、マジで地獄。とりあえず、一旦目を風版で塞ぐ意味はある。一旦目の、一回の行動は必ず特技になるんで、もう一回の攻撃はね、食らっちゃうんだけど、マヒアドも帝王の刺激も食らう。どっちも痛えな。どっちも痛えな。帝王の刺激、マヒアドも怖いけど、これ怖いなぁ。いや、ゲマはやめてね。おー、でも主人公ワンチャンピロヨンじゃねえか。ゲマが食らうよりは、ここ過ぎます。一回過ぎるからね、絶対。これは絶対生かしておくべきだな。さあ、頼むぜ。こっからちょっと頑張ってくれ。オッケー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 。まあ、ここは防ぐ。これはやばいぞ。おーおー、てよーよ。ちょっと随分なんか本気出してんじゃねえよ。ちょっと、情けねえな、地獄でございよ、と。多分、ジャミとゴーズ生きてるよ。いけ、メラミ。いやでも、まあまあでもさっきよりダメージの通りは良くなってるから、ゲマもちょっと打点立てるんじゃないかな。いや、もう一回回し出してもいいよ。はい、ゲマさん、ゲマさん、よいしょ。あでも回心打点期待してもいいかもね。どうせおぞましい熱戦も同じようなもんだから、ダメージ、その関係上本当におぞましい熱戦に行ってもいいかも。おぞましい回心になってもいいかも。どうしようかな。3ターン目につばせないが一番いいかもな。2ターン目はまだ遊ぶ可能性もあるから、3ターン目が古畑な関係上、ここはまず1回様子見しようか。よし、 OK。 あー、メラミの方が良かったかな。ジャミ会心狙いにしちゃったけど、打撃には強いままだからね。白目よりダメージは通りやすいです。ただ HP が上がってるから、結局のところこいつあんま変わんない。どうなんだろう、ワンチャンでも勝てる兆しは見れてんだよな。レジェンド魔王ってやっぱさ、高い耐久力もあるしな。だから、技の打ち合いでは悪くない状態。ここの大事。このターン大事だな。相手はラッキー、すごいラッキー。帝王の怒り返した。これラッキーだな。帝王の怒りか、相手はの卓をここで外してくれるのありがたい。さあ、ここ大事だな、このターン。あー、まあでも、まあ、ゲマは豪華、うん、ゲマは大丈夫。炎強いしね。オーケーオーケーオーケー、まあ、全然大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。HP 勝ってるね。で、ね、HP 勝ってるのが、ゲマのね、安定した打点。いった、うわぁ言った瞬間、これですよ。
そうなんだよね。ゲマさ、合体モンスターの一緒一緒なのよ。いやーもう君たちもぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃもう。おい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 。ぐちゃぐちゃやって。もう1体分の安定した打体って言うとしたらゲマ外すし、ゴンズもさ、ゲマ外したら俺も外そうみたいになってるし、もう。ぐちゃぐちゃやんか。ここでカサカサ。決めます。うお、決める決める。レッ、勇者よ。レッダーです。頑張れ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 勇者レンダ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 、うわー、ですよね。我に挑むなら100年早いわと。我に挑むなら100年早いわみたいになってんじゃん。わあ、ゲーマーもう、お前ゲーマーもう。ほら、剣飛んでくる。眠れる力って、剣飛んでくる。ああ、剣飛んでくる。わあ、もう。何しに来たんだ、おめえはよ。まあ、そりゃそうなるだろう。